今日は菊のおひたしを作ります。食用菊の花びらをちぎってたっぷりのお湯に酢を入れます。花びらを30秒茹でて冷水にとって冷まします。固く絞って水を切り、ボウルに酒、みりんを入れてレンジで30秒加熱し、アルコールを飛ばします。水、白だしを加え軽く混ぜたら、花びらを入れて味が馴染んだら完成です。いただきます。